ビリ・シュルツはドイツの元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。シュルツは1960年にシャルケル A4 で選手経歴を開始した。1963年にブンデスリーガが創設され、最初のシーズンを8位で終えたが、1964から65シーズンは最下位となりニブリーグ降格が決まると、1965年からはハンブルガー SV に移籍した。 ハンブルクでは、ウーベ・ゼーラーらと共に、1968年の UEFA カップ・ウィーナーズカップ準優勝に貢献した。またセンターバックだけでなく、守備的 MF としてもプレーするなど、守備の中心選手として活躍を見せ、1960年代後半から1970年代初頭のドイツサッカー界において、トップクラスのディフェンダーとしての評価を得た。 シュルツは1973年に現役を引退し、同年4月24日にハンブルク対世界選抜の試合という形で引退試合が行われた。西ドイツ代表としてはアマチュア選手時代にデッドマール・クラマーの推薦を受け、1959年12月のユーゴスラビア戦で代表デビューをした。ワールドカップでは1962年の FIFA フフワールドカップ。 チリ大会ベスト8進出、1966年の FIFA ワールドカップイングランド大会準優勝、1970年の FIFA ワールドカップメキシコ大会3位入賞に貢献した。シュルツは1970年のメキシコ大会、準決勝、イタリア戦を最後に代表から退くまで国際、A マッチ66試合に出場した。ありがとうございます。